どうもこんにちは大です今回はこんなクールなトランジションをダヴィンチ・レトルブの中に入っているフュージョンで作っていく、えー、チュートリアルではないです。大まかな概要説明必要,に必要があれば細かい説明もしていくみたいなそういう回になっています。 ワイマルチャンネルの動画は全部ダビンチルゼルブで作っていますでそんなダビンチルゼルブを教える動画制作講座を始めました料金は日本初のいいね実質無料で受けることも可能です詳しくは局地で検索してみてくださいそれじゃあ始めていきましょうこれ一応今このフュージョンの画面なんで一回エディットのページに申しますこれあの先日ちょっと自分のまあ仕事で個作ってそれをカスタマイズして自分のものにしたんだけど こんな感じで、えー、これがい、えー、とトランジション前の動画、これがトランジションした後の変わった次の動画ですね。これをつなげて、ここに適用されています。で、えー、これどういう風に作るかっていうと、そもそもまああのダヴィンチ・リゾルブの最近のバージョンバージョン16の初めからか途中からかわからないけど、 その自分で作ったカスタムのトランジションをえっとエフェクトライバリーのトランジションの方にこのビデオトランジションの中に登録することによっていつでも使えるようになりましたはいでそれをちょっとあのこれから説明していきます一個作これ今さっき見せたのはちょっとさ、えー、もう作ってるやつなんだけどこれを一回け、えー、っと例えば消します消すそうするとトランジションなしねこういうふうに 再生すると何もなしで普通に切り替わるんだけどこれをトランジションを作ったばっかりのトランジションでえこいつをこうやって放り込むとこうやって適用されるとはいまあ結構かくつくんだけどちょっとあのかなり重くてねこれ今ちなみにこれ 4K プロジェクトです 4K なんでかなり重いんだけどこういうふうにトランジションがきちっとできているのがわかるもちろんこれ書き出したら滑らかに 再生されます、ね、今この編集中に再生滑らかに再生されないと困るっていうのであれば別にそれはこの再生の方にあるレンダーキャッシュ今僕普段ずっとこうなしでやってるけどデフォルトだと確かスマートかなスマートみたいなそうするとこういうふうにあの自動で再生できない部分はバックグラウンドでレンダリングしてくれるっていう機能があるんで こういうのを使えば全部あこの今ここに赤と青のラインがあったけど全部青になればリアルタイムで再生されるのでまあ必要だと思う人はそういうふうにやればいい僕はちょっとあのいろいろこうバックグラウンドレンダリングに関しては不具合というかパフォーマンスの問題があるのであんまり使っていませんはいそういうわけでこういうふうにね作っているこのトランジションをちょっと分解して今回解説していきます まず、この中身を見たい場合は、ここら辺のこのトランジションの中で右クリックをして、この英語の Open Infusion ンンページ、これですね。これをクリック。で、こういうふうに、えー、Fusion のページに移動して、今、このエディットから、見てください。こうやって右クリックして Open Infusion ンンを押すと、タブが切り替わる。こういうふうに、Fusion に切り替わってる。ね。で、不要なやつをと消しておいて、えと、 他に不要なやつはあるかなでこれが、えー、フュージョンの、まあ、こ今回作ったこのトランジションの中身ですよしちょっと再,再生しましょうやっぱりねこう滑らかに再生はできないんだけど一回再生してしまうと比較的、まあ、キャッシュが溜まったりそのフュージョンの何だろう不都合というか えー、不具合というのかなそれででキャッシュが溜まんない場合もあったりすするわけですよそういう時にはちょっと滑らかに再生,再生はされないんだけど今ちょうどこのキャッシュが溜まっていないように見えるんであんまり滑らかにお見せあできたよかったキャッシュ普通はねこれ緑の、えー、ラインが入ったりしてキャッシュが溜まってるよっていう印になるんだけど今はなくてもキャッシュが溜まってるみたいですねこんな感じにこれが完成形になります止めます で今から説明したいと思うんだけど、えっ、ー、と、最初にですね、ちょっと脱線いきなりして、ここ。30%。これに注目です。これは何かっていうと、使用メモリのことを指しています。えー、よいしょ。こうやって。僕の MacBook Pro は 64GB のメモリ積んでるけど、ダビンチリゾルブだけ 21GB も使っている。っていうことは、まあ、この、その、えー、64GB のうちの 3分の1弱ぐらいを、えー、このダビンチリズブだけで占有しているってことはなんですよ。これで今,今は別にいいんですよ。だけど今から作業をしていくとどんどんメモリを食っていったりとかそういった時にな,、えー、なるとそのちょっと不都合が出るというかまああんまりよろしくないのでメモリを解放する。えっ、ー、とーエフェク e f でいうところのメモ,メモリ解放うんとショートカット忘れたけどありますよね。あれをと同じことをやりたいと思ったら この30%の方にカーソルを持っていって右クリックでパージキャッシュそうするとこういうふうに10%になりましたこれはまあのメモリえっ、ー、とまあ、えー、基本的にはまあ余分なメモリを解放したって考えてもらえばいいんだけどキャッシュとかもなくなっちゃったりするんでそれはあの用途に応じて使い分けてもらって、えー、こうどん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 溜まって 50%60% とかならないようにしてあげた方がいいかなって感じですね はい。で、本筋を戻して、これが、この地下鉄のマップというか JR のマップみたいなのがの、フ、え、ュージョンの中身なんだけど、これをちょっとあの分解していきます。このメディア、えー、っとね、まず、メディアインとメディアツーがあって、メディア、あ、メディアワンとメディアツーがあって、それが、えー、っとね、どうだったかな、これか。 メディア1が、こうやって、これがトランジションする前の映像。これは今メデ,メディア1を表示している状態です。で、トランジションを適用した後、画面が切り替わった後の映像っていうのがこのメディアイン2で、それがこれですね。これ。うん。このフュージョンっていうのは、その、一回戻るけど、これがメディア1。で、 これがメディア2。必ずこの、えっ、ー、とね、エフェクトライブラリーで、まず、えー、ビデオトランジションで、このフュージョントランジションっていうのを、こうやって放り込むわけですよ。まず。放り込んであげて、あとはそれを、さっきみたいにこう右クリックして、えー、オープンインフュージョンページで開いてあげて、カスタマイズしている、する、カスタマイズした結果ってことですね。 で、さっきのフュージョンページに戻るためには必ず毎回、この、ここに右クリックをして、オープンインフュージョンページ。そしてこうやって戻ると。必ずです。必ず右クリックして、オープンインフュージョンページで戻る。で、戻りました。最初、さっき説明したメディア1、メディア2。これがトランジションする前。これがトランジションした後の映像。 でえっ、ー、とそのダヴィンチ・リゾルブのそのフュージョンのトランジション自分でカスタマイズできる特殊なエフェクトを適用すると必ずメディア1とメディア2っていう関係性のフュージョンページができるんですよそこに対してさっきみたいに右クリックしてオープンインフュージョンページをクリックしてフュージョンページに行くとカスタマイズできる画面に着くとそこでカスタマイズした結果がこれになるってことですねでそれ今から分解していきますかなりあの 僕からするとすごいシンプルでまだまだ少ないんだけど初見の方は結構これでおじけづくあのー、もう意味がわからないと言っちゃうんだけど全然そんなことははっきり言ってないですえー、っとねまずこの僕は基本的にはこうやって左から右にどんどんどん処理が進んでいくような作り方を見た目で作っていく人なんだけどえー、っとまずこれがバックグラウンド こうやって今表示したけど何もないスカスカな透明です。ね、でその上に載っているこれが緑なのでこのたくさんのこのノードたちが全部まるっとこのバックグラウンドの上に載っかっているレイヤーだったらこのバックグラウンドっていうレイヤーが下にあってこのたくさんのレノードプラスこのトランスフォームっていうやつがえここがこれが 合計がそのバックグラウンドっていうレイヤーの上に乗っかってるグループとして乗っかってるっていうイメージしてもらえばいいですでこの上このたくさんのノードは何かっていうと一つ一つ説明するのはあれなんでざっくり説明していくとまず一番端っこの左足のやつをこれで表示させるとこういう感じで白い横長の8 0 0 8 0 0 0ピクセル ×4500 ピクセル高さが4500ピクセル 横が8000ピクセルの超でっかい横長のまあシェイプです言ってみればでそこに対して色をあいけないこうやって色をつけてあげてで次にこのこれはインスタンスえまあカラーコレクターってこれはまあ後で説明しますこれはあのちょっとした仕掛けなんだけど置いといてでさらにそれに対してトランスフォーム移動 っていうこれ何かっていうと、ちょっとあの、えっ、ー、と、要はキーフレームを打ってるんですよね。ここ見たら分かるけど、キーフレームを打たれてるのが分かります。この左矢印と、左矢印がついてる時点で、こいつにはキーフレームが打たれてるんだっていうのが分かるから、じゃあ、このキーフレームのページ、ページじゃない、ウィンドウを開いてあげると、確かに、よいしょ、確かによいしょ、こういうふうに打たれている。 で、このキーフレームの内容、そのスプライン、まあ、スプラ、まあ、カーブイン、スプラインカーブみたいな、あのー、イーズイン、イーズアウトとかよくアフターエフェクスで使われている、まあ、こういうモーショングラフィック系でよく使われる単語で、イーズイン、イーズアウトとか、滑らかな動きを実現するための、そういった機能、えー、を確認するために、今度はこのスプラインをクリックする。そうすると、何も表示されてないけど、このトランスフォーム2をとりあえずクリックしてあげると、こう,いうやって、 ちゃんと、イーズイン、イーズアウト的なね、なだらかなカーブができている。ここでリニアに、えっ、ー、と、なんていうか、よく見かけるような、こんな感じもできます。これ、あの、滑らかに、徐々に、早く始まって、最後はゆっくりアニメーションが終わるみたいなんじゃなくて、最初から最後まで全て同じスピードで進む場合のアニメーションはこれです。一回戻します。 僕はそういうのあんまり使わないので、こういうふうに滑らかなアニメーションを使うために、このスプラインで全て調整しています。はい、これ一回閉じます。はい。キーフレームも閉じます。こういう形で全て、これ全部同じですね。ここら辺もクリックしていくと、よいしょ。こうやって太さが違う。微妙に変えています。で、次、ここの方は若干違っててこういう、こういう感じで、今度は赤い細いラインです。で、横の長さも一律して違う。 一律ではないってことですね、はい、これは何かっていうとね、ちょっとこれで、えー、ここかな。はい、こういう感じです。アニメーション自体は全部左から右にアニメーションするって感じなんだけど、時間差を設けたりとか、そのさっきのこの赤い帯のラインのやつは、若干その横の幅も変えてあったりします。で、こういうふうにタイムラインを指てしていくと、くとこうやってね、こ,これが見ればわかるけど、こういうふうに左から右に。 えとちょっと再生してみます。かなり重いけど。こういうアニメーションになっていると。はい。で、さっきさ、えー、説明した、このインスタンスカラー、えー、コレクターって名前のやつ、これ実はね、全部についてる。1個だけじゃなくて1、ここにも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 、さらに言えばここにもここにもここにも,ここにも全部ついてるんですよ。 何かっていうとインスタンスっていうのはまあ言ってみれば分身です分身じゃあ大元の親分は何だっていうとここに関してはこれです今これを表示すると黄色ですよね例えばこのここを見てほしいんですけどこの黄色をえとまあ気分転換に変えたいなとか黄色じゃなくて緑にしたい赤にしたいそういうことがあると思うんですよそういう場合に 一括してこの上のこいつ大親分を変えるとあこれ違うかもしれない間違ったえっ、ー、とここだはいこういう感じでねわかるかな色を一括して変えられるとだからカラーコレクターっていうのはまあ色相サイドみたいなもんでこの黄色の色相を変えるとかメイドを変えるとかコントラストを変えるみたいなのが適用できるんだけど一個一個に適用してたら あの修正あるたびに一つ一つこうやって選択してこうやって適用しなきゃいけないバカらしいので一個大元を作ってそれのインスタンス分身を作ってここに全て配置していますなのでここを変えてしまうと全てに適用されるってことですねこうやってねはいで同じようにこいつが上のカラーコレクター1っていうのがこの今度はこのでしょこの細いラインに対して適用しているってことですねだから この細いラインはこの赤だけどもうすでに書いてありますこうやって色をこうやってこういうふうにねだ気分によって回によって変えるっていう使い作り方をしてるうんでえー、っとよしあとこれがトランスフォームアングルスリーアングルっていうのは何かっていうとこの 今、ここれが、すこべこてやすべての合体したも結果は、この横,横にこう左から右にスクロールしているやつなんだけど、そうじゃなくて、それに対して、すべてに対して、このトランスフォームアングルを適用しています。アングルってはこう自分でつけた名前だけど、これは、ここ見てもらえば分かるように、アングル、角度。 角度46.10うんだらかんたらっていう角度を変えてるんだけどじゃあこれの結果を見てみましょうこれは結果は左側ですこれ一旦右が消しますこういう感じでねこういう感じであのだん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 最初にお見せしたあのトランジションの完成形に近づいてきてるのが分かると じゃあこのトラ,ン、えー、トランスフォームのこのアングルの方を動かしてしまえばいつでも一括して変えられる。ね。こういうふうに。簡単です。はい。で、その結果をさらに、この今度は分岐している。右に、右下に。この2つが分岐しているのが分かるということですね。これはそうですね、もうここからちょっと飛ばしていくと、要は、えー、っと、ちょっと右側にゴールを、完成形を表示しています。はい。 ね、こうやって見ていくとスッスッと、うん、気にすべきはここで気にすべきなのはこの書体がテキストがえっと最初は白なのにこの 黄色いライン斜めに伸びていくラインがぶつかった瞬間に重なった瞬間にマゼンタのテキストに変わっているっていうこととあとはこの丸いくつもの周りバブルみたいな泡みたいなそういうエフェクトそういうグラフィックがマスクしているこれちょっと分かりづらいんですけどよく見ていくとこういうふうに今分かりますよねここここらへんよいしょ こうやって、後ろが透けてるんですよ文字。文字がマスクされてる。ね。一見すると分かりづらいけど、全部文字がマスクされてる。こういう処理をどうやってやるかっていうことのために分岐させてるんです。下が、下の方では、えー、っと、このマットコントロールにつないで、マットコントロールの結果を見ると、 こうやって、このインスタンステキスト3を、この、これまでの、しょ、こいつで、マスクしてるっていう言い方でいいのかなちょっと分かりづらいんですけど、こうやって、こうやって、ほら、ここね、こういうふうに、黄色い、 ラインがが左かか伸びててくるるるにつれれどどんどん,どん,どんマスクされるのがわかるで、このマットコントロールっていうのは僕は結構普段からこればっかり使ってるんであれだけど他にはビットマップとかっていうツールとかまあノードかを使って同じような結果を出すこともできるんでまあやり方慣れてる方でって感じかな多分ビットマップの方が多分一般的だと思いますただ僕は最初これで覚えちゃっただけっていうかこっちの方が楽だっただけなんでで、その、えー このマットコントロールが生まれ出力をこのインスタンステキスト3にのてかこのほらこの青いところに刺さってる要はこのマットコントロールに入力された結果をこのテキストテキストに対してのマスクとして使ってるわけですよマスクとしてだからさっきみたいな結果こういう風にかけてるようになってるわけですねうん だからこれ別に普通にテキストを打ち替えることもできます。えー、こうやって、こんな感じで。いつでも編集可能になっている。書体ももちろん変えられるしね。で、さらに言えば、このインスタンステキスト3の出力をさらにバックグラウンド、バックグラウンドこれです。マゼンタっぽい色になりましたよね。これをマスクしている。ほら、この青いところに刺さっている時点でマスクしているんですよ。だから、 このバックグラウンドの色が、この YMR っていうアルファベットにマスクされて、初め白はあったけど、色が今度、こうマゼンタっぽい、赤っぽい色になったわけです。で、ここ次に、ここでもさっきのインサンドカラーコレクション、もう一つ追加して、後からいつでもつあの変更できるように、このマゼンタをね、マゼンタっぽい色をいつでも変更できるようにしていると、別の場所で。これだったかな。えー、試してみましょう。違うか。 違いま,したまあとりあえずどっかでコントロールしてます。はい、んこれは多分これいらないな。これは多分いりません。んいるかないらないよな。うん、いらない。はい、そして、えー、それが右下に分岐したものの大まかな概要で次にこれがパーティクルです。パーティクルっていうのをちょっと見てみると左側に、えー、表示しています。えー よし再生してみますこんな感じでね泡みたいな形でもわ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 下から上に上がってくるっていうのをここで、えー、作り出してそんでもってまたこいつをマットコントロールでえーとえー、っとマットコントロールこれいらないかもしんないなどうだろうこれちょっと分かんないですうん。でそれを マスクとしてここに入力してあげて多分これまあやるとしてもビットマップでもいけると思うんだけどとりあえずまあそれは置いといてそれをさっきのえーっとこっちかこのテキストのテキストがこのフォアグラウンドに入力されているのでこいつはこいつマスク今入力してるんだけどこの マゼンタのテキストに対してのマスクになっている。ってことは、この結果を表示するとこういうふうになると。ね。はい。あと、ここら辺はなんだっけな。うーんと。ああ。これはまあ、単純にあの、ちょっとしたアニメーションなんで、これは置いておきましょう。 はい、そういう形で、えー、どん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 合成していっています。えー、っと、そしてその次、そろそろゴールなんですが、えー、これか。はい。これはテキスト本体。ここで、ね、これがさっきの、えーっと、インスタンステキスト、これの親分です。だからこいつを打ち替えてしまえば、 ここも勝手に文字が変わるし書体も同じように連動します、えー。そしてそれに対してトランスフォームをつけてトランスフォームのこのインスペクターを見るとここを見たらアニメーションが要はキーフレームアニメーションが設定されているのがわかるのでまたキーフレームを、えー、見るとこういうふうに。 これがこのトランスフォームですね。結果。どうなって。こういうまあちょっとブルブルしてるようななんでもないただの昔ながらのアニメーションですね。はい。でこのバックグラウンド何なのかっていうと実は意味はないんだけどものすごく重要。あまあ、僕のこれまでのねチュートリアル見てくれた方だったらもしかしたら なんとなくは分かってくれると思うんだけど時間軸をコントロールするためにこれ実は置いてます。これがないと今ここに YMR って表示されてるけどこれがこういうふうに違ったここに出た。うん消えます。これじゃなくてここね。えっとまた戻すとこういうふうに出ると。 これはあのか、あのー、何だか分かんない方は過去の動画をちょっと見てもらいたいんだけどフュージョンのものすごいあの根幹の部分でタイムラインに影響を与える大事な設定があるんですこれ今ここで話しちゃうとすっごい長くなっちゃうからそれは過去の動画まあ、えっと、56個あるうちの中に1つ入ってるんでそれをぜひ見てもらえればと思いますがこういう形でその時間軸をコントロールするためにバックグラウンドをこの フォあのバックグラウンドっていうか赤いオレンジのところに差し込んでいると思ってもらえれば間違いはありません。で、それを、しょ。このアニメーションと、このテキストの後ろに、緑が前、オレンジが後ろ。なので、後ろに配置しています。後ろっていうことは、こう、ちょっと戻ると、えー こ,れこの結果をここに表示します。はい、こうやって。おこのこいつが前にいます。こいつが。で、白い YMR っていうテキストが下にいます。だからこうなります。ね。レイヤーの重なり具合と同じです。前にいるこの黄色とマゼンタのグラフィックたちが上にいるか。前にいる。まあ上にいるから下にいる。 この白いテキストは、要は重なって埋もれちゃってるわけですね。はい。それが、このマージ2の結果がこれだということです。えー、あとは、テキストを見ると、この YMR チャンネルっていうのは、これはちょっとね、あの、これはミスです。本当はこれは、これは、あの、はっきり言えば、ここに最初に、最初の方で説明した、 最初の方で説明したここにいた方がいいです。はい。単純にただあの、後から追加しちゃった時に忘れたんです。なあまあ別に、まあ今回は問題ないんですけど、本当は効率が悪いので、これは今はこうやって、こパコッと外して、後ろに持っていくことは全然できるんですけど、今回はそれを端折って説明していきます。で、これちなみにどこに表示されるかっていうとですね、えっ、ー、と、わかりづらいんだけど、これ、これ完成形ですね。 再生していくと、ここですね。これこれこれ。これです。はい。まあ、アクセントみたいなもんですね。で、いよいよ、ここにメディア1とメディア2が来て、ここで、ここがちょっとしたまあポイントというか、まあ、なんだろう。ちょっと手抜きで作ったところなんで、その手を抜く方法っていうのを、ね、ぜひ覚える意味で見てもらいたいんだけど、 要はこのこの手のエフェクトってその僕だったら普段は全部あのアルファ付きのプロレーズ44 44ん4 4 4 4 4 4 4 4かそうねああのアルファ付きのプロレーズで書き出すんですよだから今回はその今回のものっていうのはダビンチリゾルブにこのトランジションを追加して毎回適用できるようにしてるんだけどそれだと処理が重いしレンダリングも時間かかっちゃう。 もちろん色を変えたり書体を変えたりできるっていう自由度はあるんだけどその代わり処理が重くなっちゃうから例えばクライアントワークとかあったらもう迷わずこのアルファ付きのプロレス4444で書き出しして渡しますはいでそれだったら問題ないんだけど今回今回はそうじゃないいつでもこうカスタマイズできるような作りにしてるそのダヴィンチーズログ自体に登録するトランジションだからその例えば ここを見てほしいんですけど、しょ。今これ、ちょうどこのすべてのグラフィック、画面を覆い尽くしているシーンです。1個左に戻ると、1個というか2個ちょっと戻っていくと、こうやって下にあったトランジションする前の映像を徐々に徐々にこうやって侵食しているというか、どんどんどん上に乗っていって、 全部、次ので、すべて埋め尽くしている。この瞬間に、まあ、裏方さんというか、まあ、ちょっと泥臭い作業だけど、次の、そのメディア2の映像に切り替えてるんですよ。だから、どんどんタイムラインちょっと進めていくけど、次のフレーム、次のフレーム、今ここに出ましたよね、次のはこの時点で、ここ映ってるのは、もうメディア2、トランジションした。 あとの映像です。だからどんどん進めていくとこうやって分かってくるけど、こうやってほら、ね。このタイミングを決める。決めなきゃいけない。それが、このレクタングルツー2っていうやつで決めてます。どういうふうにやってるかっていうと、これクリックすると、えー、っと、この h i g h t の方にですね、こうやってここ見たらキーフレームが表示されてるのが分かるから、いつも通りキーフレームをこうやって表示する。そうすると、えー、っとね、この、 さっきのグラフィックがすすべて画面を覆い尽くした瞬間ですここここの時にほらアニメーションが打たれてるんですよ何してるかっていうとここ見ればわかるけど最初は1次のフレームでは0要は1っていうのはこの画面の上から下まで全てを マス,マスクしていないってことです。していない。今はね、していないいいのかなそれで。うん。まあ逆でもいいんだけど、その言い方としてはね。で、次のフレームでは、すべてをマスクしている。この、なんか、横棒が見えますけど、要は、隠しちゃったってわけです。上の、上の,あのメディアインっていうメディアワンの動画を全部マスクして、次一瞬で、一瞬で隠した。ふっと。そうすると、 こうやってきれいに切り替わっているように見える。っていう。他のやり方もあるんだろうけど、まあ、これは楽だったんで、この場合はね、これで対処しています。はい。で、え次、いよいよ最後なんですが、よいしょ。これは、えーっとね、まあ、画面がちょっとチカチカするアニメーションかな。ちょっと試しに再生しましょう。ここら、最初から再生すると、 ほら、ここでチカチカチカ,チカしててますよねねここうやってね多分このチカチカだと思うんですよ。でこのチカチカするのはこのバックグラウンドのこの白白とあとはこのマージのタイムえーここですねブレンドっていうところに相変わらずキーフレームアニメーションが設定されてるからキーフレームアニメーションを確認するとちゃんとよいしょこういう風にここでアニメーションがきちんと 普通打たこういうふうにね。はい。最初は0、透明。次のフレームでは0.4、まあ、40%。その次のフレームでは0。で、こういうふうに手動で打ち込んでいます。はい。で、それが前面にある。っていうことは。 これまで説明してきた、長く正しく説明してきたすべてのグラフィックのすべての上にあるレイ,、まあ、レイヤーに例えれば、レイヤーとしてすべての上にあるものがこのバックグラウンドです。なぜならこのグリーンだから。グリーンっていうのは上です。このオレンジよりも上に来ている。だからレイヤー的には一番上にあるのはこの白いこの壁が一番上にあると。それをこのマージのの濃度のこのブレンドの 値をアニメーションさせせてしてるような風に見いるとここら辺のねフュージョン使う上で大事なのはそのえーとマージで言うとブレンドを使いこなすことによってその該当するオブジェクト今あとこの緑に刺さっているこのバックグラウンドのこの白い壁これの不透明度をコントロールするために絶対的にこのマージのブレンドをいじらなきゃいけない。 必ずバックグラウンドこの対象の透明にしたいやつのが刺さっている緑になって刺さっているその濃度のブレンドをいじらなきゃいけないいじ,いじらないと透明度をいじれないっていうこういう原則的なルールっていうのは多分普段そのマニュアルとかでもなかなか見つけることはできないんで そのガリューでやってるとね、まず見つけることはすごくできないんですよ。海外のサイトでも。だからそういうのもまた別途違う動画でそのダヴィンチリゾルブ使う上にたい、えー、使う上で必要なね、そのブレンドのこの機能の役割とか、マージの役割とかっていうのはまた別途説明している動画があるんで、そこを見ても,もらえればと思います。はい。で、ようやくメリーアウト。これはゴールなんで、これで完成です。 よし。じゃあ一旦もう一回再生しましょう。全部かえ、えー、合体したのがこれで。よし。再生します。こ感じでね。はい。ちょっと時間かかるけど。まあこんな感じです。それで、えー、これは完成しましたと。じゃあこれ,これから登録していきます。 1一回エディットページに戻ると。で、この出来上がったこのクロスディゾルブって書いてるこのトランジションをですね、右クリックをしてあげて、よいしょ。あとはトランジションプリセットを作成で、好きな名前を入れてあげれば、このユーザーって書いてるところに登録されるんで、あとはそれを使い放題、もう何でも。よいしょ。よ、え、い、ー、しょ。 使い放題なんだけど例えばその他人にこのトランジションを渡したいとかもしくはまあマシンを変えるから切り替えるからこのトランジションを移行させたい過去の古い動画からあ古いトランジションが使ってるマシンを新しいマシンに環境移行したい時とかっていう時はそれはその時はまた同じ右クリックしてまたフュージョンページに戻りますそしたら、えー、ここまでなかなか お伝えしているね、YouTube チャンネルあんまないかもしれない。でも僕は見たことがあんまないんだけど、こうやって、えっ、ー、とね、全部選択します。まあ、コマンド A でもいいんだけど、で、コピーして、コピーしたら、このテキストエディターにコマンド V で貼り付けると、こういう風になんかどっかで見たことあるようなプログラミング言語的な JavaScript 的なものになります。実はこれが、あの、その、えー、Fusion の 本体というか正体でですてテキストなんですよだからこれを単純にコマンド、Z、S を押して保存してあげてテキストデータでねとしておけば実は他人に渡すこともできるしずっと保存することもできますもう簡単にクラウド上で保存しておくことももちろんできますしなんならチャットツールでねその相手にこのテキストを全て送ってあげて相手がそのテキストを全部コピーして ここに貼り付けてあげればおしまいです。あの、今、コピーしました。えっと、例えば、全部選択してコピーをして戻ります。で、ここら辺何もない、何もない空白の部分に行って、ここで右クリックする、あコマンド V を押すと何どうなるかっていうと、こういうふうに全部再現できます。ね。あとは、その、相手の環境、メディア1とメディア2っていうのは、ここは、 えっと差し替えた方がいいのかな多分まあ僕実証してないけど多分差し替えなきゃダメですここ消してここ消して新しい相手の環境のこのメディア1とメディア2っていうのをさあの入れ替えてあげる古いやつ一回外しここも外しみたいなねそれであの差し替えたらこの2つを削除してあげてそれでエディットページに戻って相手の環境で保存してあげれば それで保存は完了です。保存というかまあ再利用できる環境になるという感じです。はい。こんな感じでだいぶ難しく聞こえるたかもしれないけどその仕組み自体はものすごいシンプルというかうんまあその慣れてしまえばあんまり悩むこともないその試行錯誤でどんどん足して足して削って削ってっていうのがそのアフターエフェク s とかそのレイヤーベースの、ね、ツールと比べてすごくやりやすい。 直感的にできるとかっていうのが、まあ、フュージョンのメリット大きなメリットなんで最初はとっつきづらいと思っても一度そのなんていうかな絶対的なルール不条理だと思えるようなルールみたいなのがあるんだけどそれを慣れてしまえばすごく楽になるっていうところなのでそうするとあの習得スピードが圧倒的に速くなりますだからまずは習うより慣れろとりあえずは触ってみて、えー わかんないところがあったら適宜それを潰していくっていう形にやらない,いや,まやればねかなり楽に進められるかと思,い思うんでぜひ皆さんもね試してみてください、えー、以上ですそれではまた次回お会いしましょうさよならダヴィンチリゾルブ忍者やダヴィンチリゾルブの使い方に関するチュートリアルを配信していますその他にもストア化でダヴィンチリゾルブの使い方や YouTube 動画の作り方運営に関するお悩み相談なんかもやっていますオンライン講座なら世界中どこにいても受講可能気になる方はぜひコメント欄をチェックしてみてください